気がついたら目で追ってたってよく言うじゃん。俺は違うから。追いに行ってたから。お前のことを目で追いに行ってたから。付き合ってください。追われてるの知ってた。付き合おう。何このコーナー。ぐわぁ。料理はモテ、モテない職に次ぐ料理でどうやったらモテるのかっていうのを、モテ料理研究家の、私中田大一がご紹介しようと思います。その名もモテずキッチン。モテるのあなたは。そんなの関係ないじゃん。あ、なるほどと思ってもらえるぐらいリズメで。あ、そういうことね。モテるっていうのをちょっと今日は、ね、研究してきたんで。童貞のやつね。童貞のモテるリズメ。いや、非常の空論でしょ。違う違う、モテない人たちがさ、うん、どうしたらいいかってさ、うん、悩むしかできないじゃん。そう、この動画を見れば、うん、ああそんな解決方法があったのかっていう、うんうんうん、ものを提供したい。それがモテずキッチン。あー、それはまあ嬉しいね、嬉しい。ただね、結構劇団スカッシュを見てくれてる人、うん、さ知ってんのよ。え、俺とお前がいつもモテるやつへのひがみのことを言ってるのを知ってるわけ。初めて見る人だっているじゃん。いる、モテない人。あー、いる、初めて見るモテない人。初めて見るモテない人っているんだから、うん、その人が見た時に、あー、この人はもしかしたらこんだけリズメで来るってことは、うん、理屈的にはモテてんのかもしれないって思えればいいわけじゃん。お前がモテるように、そう、俺が仕向けてればいいんだ。そういうことよ。あ、そうだそうだ。じゃあ、うん、今モテない諸君、まずトマトを2個用意してください。そう、なぜ今日はトマトを用意したかっていうと、はい、今日は海水浴に来てるギャルを狙う。うん、うわ、暑い、うん、海水浴に来てるってことは、その人たち、うん、もう紫外線めっちゃ浴びてんのよ。いや、やられてるね、紫外線。このトマトに含まれるリコピン、これ紫外線ダメージを防いでくれるっていう効果がここまで分かる。どうしたの。めっちゃ分かる。もう一つ用意してほしいな、こっちから。この2つちょっとこうやるってこと。あ、そうやる、そうやるためのってこと。違う、モテない。海水浴に来てる女の子落とせる自信ほんとないよ。いや、だから今まではさ、武器がないから落とせないと思ってたのよ。うんうんうん、今日武器を授けるから。いや、嬉しい、それほんと嬉しい。で、今日豚肉の方も用意してください。豚肉ね。豚肉にはビタミン B1 含まれておりますんで。ビタミン B1、 あの疲労回復に効くんですよ。もう疲れてるでしょ、水着のギャルは。ビタミン B1 っていうのは、うん、ちょっと取りすぎると逆に疲れちゃうっていう効能もあるわけ。で、そこで役に立ってくるのがクエン酸なの。クエン酸っていうのはその疲れを回復してくれるんだけど、食べ過ぎると疲れてしまうっていうやつを逆にクエン酸に変えてくれるの。今は、じゃ、お肉に何をかけたの。あ、ごめんごめん、塩コショウと酒、トマトに巻きつけてきます。あ、そんなできる、トマトに。そう、もうこの丸々やっていこうっていう。クエン酸の話したんだけど、トマトにはリコピンとクエン酸も入ってるの。つまりトマトと豚肉の相性がバッチリで、紫外線にやられてしまって疲れているギャル、あなたにぴったりですよっていう料理をあなた今これから手に入れるんですよ。ちょっと最高やん。水着のギャルに向かって言ってほしいのは、疲れたでしょ、紫外線浴びたでしょ、それリセットしたくない。おいでおいでっつって、うちを家に呼ぶんだよ。家まで来るかな、怖くない。怖がられちゃってるんだとしたら、うん、ちゃんと説明してあげて。トマトのリコピンっていうのと、豚肉のビタミン B1 が疲労回復と紫外線のダメージ回復にすごく役に立つから、それを食べてほしいんだ。俺の辞書ではね、うんうんうん、必死な男ってなんかダメって俺の辞書には書いてあるのよ。なんかそのそうだよね。え、あれじゃダメなの。カバンからさ、うん、ごそっと これをこう取り出してさ、食べないと一緒に。これいや、まだ使い方ないそれぞれ。片栗粉をまぶすんだね。これはすごいあるね、見た目のインパクト。見た目はめっちゃいい。あ、キッペイくん、キッペイくん、キッペイくん。簡単だし、うん、ダメージがほらリセットできるんだから一番いいんだよ。ポシナはさ、うん、なんか合コンの時に、うん、その電話番号くれなかった女の子に、うん、電話番号くれって走って詰め寄ったら、うん、走って逃げられた、うん、そしたらやべえじゃん。で、聞いてるわけ俺は、はい、だからちょっとそのこれを食べに家にまで来てくれー。いや、走ろうとしてんじゃんお前。すいません、いつから。すいません。いや、いつから。醤油と砂糖と、うん、ケチャップ、そうがちょっと多分ないですね。すいません、うん、
なんでないのかは俺にも分かんないんですけど。え？機械トラブルかな。機械トラブル？でもその機械トラブルなんでお前にしか起こらないのかな。なんでかな。いや多分なんですけど、だから童貞だからかもしれない。え俺がさあ大体火通ったでしょ。めっちゃいい匂いするやん。そりゃそうなんだよ。先ほど作ったケチャップのソース絡めていって、だからケチャップ大さじ2だっけ。大さじ3、醤油が大さじ2、砂糖が大さじ2。うまそうっすね。これに反応しない水着のギャルいないでしょ。いない、絶対。そうでしょ、だって全てのダメージがなかったことにできるんだよ、うん、それでお腹すいてるんだもんね。そう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 、お腹すいたって言ってる水着のギャルに言ってんだもんね。ただだよって、最終的には言おう、ただでってさあトマトを切ってみましょう。あ、ぐわぐわぐわ。おー、上からソースをかけてあげれば夏の大胆ボディにぴったり。トマトと豚肉で疲労回復、トマトの肉巻きの完成だよ。いただきますね。これはうまい。ソースのおかげでトマトからソースから肉につないでくれて、うんうん、トマトを美味しく食べるにはみたいな風に考えた。そうだ、トマトの方がに寄ってる。なるほど、いただきます。うんうん、トマトソースだけを食べてるみたいな。あ、そう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 。で、リコピンがやっぱ紫外線をこう、紫外線ダメージから守ってくれるし、クエン酸がビタミン B1 とともに、うん、疲労を回復してくれる。あ、めっちゃうまいな、本当に。さあ、最後に決めるのはこれよ。俺たちも豚肉とトマトみたいにくっついちゃうぜ。はい、ということで、いかがだったでしょうか。モテズキッチン、今日は豚肉とトマトの、トマトに豚肉を巻いてみました。できればさ、できればさ、このチャンネルはさ、はい、モテるやつには見ないでほしいな。え、本当にモテるさ、やれちんたちがさ、うん、これ見てさ、お前がなんかそのリコピンでとか言ってんのをさ見られてみなよ。 この童貞ウケるとか言われるよ。一番嫌だ。それは嫌だ。でも理論的には合ってるんだ。こんにちは、劇団スカッシュです。はい、ということでね、8月16日22日に行いました、金利平等でしかるべきパッケージ公演が無事に終了しました。全公演満員御礼ということで、ありがとうございます。めっちゃ来てくれたね。そこで速報です。速報、なんとですね、もう SNS とかでは告知してたんですけども、君平等でしかるべきパッケージ公演の DVD がですね、先行受注販売中でございます。でね、これ内容としましては、はい、8月16日の東京公演で、今の昼公演になりそうかなというところで、はい、こちらはもう3日目ぐらい入ってるんで、はい、それがまず収録されている。い、加えて、はい、おまけでね、おまけ大阪公演、はい、の定点で撮ってる、うん、その編集もしてない、はい、もしかしたら音声も映像も乱れてる可能性があるんだけど、一応記録用カメラね、大したいい良くない良くないカメラで撮ったやつを一応それもおまけとして付け出していただくんで、ありがとうございます、ね、さらに先行受注で買ってくれた皆さんには、はい、このスマホケースの中に収まるサイズの限定ステッカーを、ステッカー付けさせて、聞いてなかったそれは。聞いてなかった。あー、聞いてなかった。これがなんと8月30日23時59分まで行っておりますので、うんうん、30日、そこまでに予約すればシールがもらえるという、そうそうそう、紹介電話みたいなやつで、その後なんと一般発売の日程決めてないから、うん、あるのって、そういう、ああそういうことで、売るのっていう、今のところはさ、もう受注生産になるかもしれない可能性もあるから、るぜひ今回お買い求めいただければなと、はい、それではまたね、ありがとう。お前のじゃないんだよそれ、ケンちゃんだよ。いや、本番はやらないよ。あ、でもつい最近思い出したんだけどさ、
なんかそのすっごい昔にさ、お前が仲いい女の子2人とさ、うん、お前、うん、3人でカラオケ行ってる時にさ、うん、俺カラオケに呼ばれたじゃん。あ、俺のバイト先の人と一緒に行ったよ。ああ、そうかもしれない、そうかもしれない。でさ、俺もそのことつい昨日思い出して俺の知り合いの歌うまいやつ呼んでやるよって言ってさ、呼ばれてさ、行ってさ、うん、歌ったけどさ、なんか変な空気になったじゃん、うん、みんなさ、お前と知り合いだからさ、最終的にうまいけど、うん、大地くんの方がうまいかなみたいな、なってたじゃん、うん、俺そんなこと思ったことなかったから当時ね。え、なんで俺呼んだの、あのカラオケに。俺も本当だから昨日、うんうん、悪いことしなかった